西岳洞穴は、大分県佐伯市にある小乳道のホラー穴である。本城村の中心部から北西に約1キロメートルの万象川支流の波寄せ川の河岸にある石灰岩山地の中原に位置する。奥行きは4 5 5ル。このホラー穴は1961年に地元民らによって発見された。洞穴発見の翌年、1962年に、 別府大学教授の香川光夫を中心とした日本、凍結調査委員会、特別委員会により発掘調査が行われている。この第一次調査の結果、凍結内部が上から、黒色土層、粘出され木土層、粘土層で構成されていることが判明し、第一層から、中世の総線、土器が湿度。そして第三層からは、後期旧石器時代のものと見られる、化石人骨。 国曜石製の旧石器が同時に出土した。このことが当時、国内で唯一旧石器時代の石器類と人骨が共犯した例として、また、九州地方では初めて旧石器時代の人骨を出土した遺跡として注目された。この人骨は、解剖学を専門とする新潟大学教授賞変砲によって、中国の浄土人と似ているとされ、生学人と呼ばれ、 高校の歴史教科書にも掲載された。しかし、1999年に行われた第二次調査において、発掘された人骨が、不祖の岩有量の検査結果やその形態等により、旧石器時代よりも後のものであるとされ、また石器を含め、それらが出土した地層年代にも疑問が持たれるとされた。発掘された旧石器は混入された可能性が高いと指摘する。 国立歴史民族博物館教授の春成、修士編集による報告書が2001年3月に刊行された。この調査が後に西学洞窟遺跡鉄造疑惑の引き金ともなった。2000年8月に第二次調査の中間発表がなされ、同年8月28日に発掘された人骨は当初発表された旧石器時代のものではないと TB 新聞等が報道した。これらは1962年の第一次調査に対する疑惑報道ではなかったものの、当時、高校学会最大のスキャンダルと言われる、藤村新一の旧石器捏造事件の影響もあり、週刊文春による、生学人の捏造疑惑報道が行われ、第一次調査の中心人物である香川はバッシングを受けることとなった。この報道は激しく、 2001年に3度にわたり、特集した。これらの報道による影響で、いたずら電話やインターネット上での抽象を受けていた。香川は、週刊文春に対処抗議の意思を示すために、首吊り自殺するという事態に至った。この後、香川の遺族は、週刊文春の連載記事で個人の名誉が深く傷つけられた。として、発行元の文芸春秋と、同志編集長らを相手取り、 謝罪広告の掲載と総額5500万円の損害賠償を求める訴えを起こした。裁判では文春側の取材体制のずさんさが多く指摘され、大分地裁、福岡公裁とで相次いで文春側が敗訴。最高裁も文芸春秋の上告を棄却し、遺族に対し封車九920万円の支払いと、紙面での謝罪広告の掲載を命じた。 同年9月2日号の週刊文春紙面において代表取締役上野徹前編集長、木又成合取材記者川崎基一の連名の謝罪文が掲載された。なお、最高裁判決を受け、日本考古学協会は2004年12月1日発行の解放の中で生学遺跡問題に関する総括を発表している。ありがとうございます。